最強の痩せる腸活チーズケーキの作り方をあなたにお伝えしていきます。この動画では1つ目、なぜ腸活チーズケーキで痩せることができるのか、その理由について、そして2つ目です、そのチーズケーキの中の何を食べるから痩せることができるのかというお話、そして最後は簡単に作れる腸活チーズケーキの作り方と、そしてその作っている様子の動画もあなたにお伝えしてまいります。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたがリバウンドもせずに長期的に健康できれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンや、またチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますと、もとっても嬉しいです。それでは早速お話お伝えしてまいりますね。それではここから1つ目の項目、なぜ腸活チーズケーキを食べると痩せることができるのかというその理由についてお伝えしていきます。とても大切なんですよ。それは私が今回あなたにお伝えするチーズケーキの中には、化学調味料や人工甘味料が無添加だからなんです。もう無添加のチーズケーキなんですよ。例えば市販のチーズケーキの中には、こういった余計なですね、まあ、添加物ですよね、がたくさん入っております。もう化学調味料やその人工甘味料以外にも、pH調整剤であったり安定剤であったり、もうなんかかんかこういろんなものが、原材料名見てください、もういっぱいやっぱり入っているんですよね。もうとっても残念です。そのようなものを召し上がってしまわれますと、あなたの腸が疲れ切ってしまうわけですよ。わかりますか？例えばお仕事で言いましたら、もうどんどん仕事が山積みで、もう全然休んでない、はい次これ、はいこれこれってね、もうどんどん働け働けって言われるわけですよ。なぜかというと、こういったものを消化しないと、分解しないといけないわけですから、もうきついきついって、もうこれ以上分解できないってなるわけですよね。そんなにいじめないでくださいねってことです。あなたの腸が健康でない限り、あなたのダイエットは成功することはないですよね。なぜかと言いますと、あなたがそもそも腸内環境が悪いと痩せる体質になれないから、生まれ変わることができないからなんですよね。ですからこういった腸に負担をかけないようなものをやっぱり手作りすることがとっても重要になってくるわけです。ではここから2つ目の項目、このチーズケーキの中の何を食べると痩せることができるのかというお話についてお伝えしてまいりますね。それは材料がポイントなんですよね。私が選んだ材料は、先ほど1つ目の項目でお伝えしたその無添加ですよということでしたが、プラス材料がこのクリームチーズとホエイ、まあ、乳製を使っていくからなんですよね。こちらは私が別動画で手作りのクリームチーズの作り方ということでアップしております動画をぜひご参考にしてみてくださいね。よくあります市販のプレーンヨーグルトが約1箱で、まあ、400g 入っているのがまあ主流なんですけれども、その 400g のヨーグルトからこのクリームチーズがだいたい 130g あたり作れますので、ぜひそのまずは手作りのクリームチーズを作るところから始めていただきます。詳しくはそちら別動画で作り方、材料、また効能、ダイエット効果をお伝えしておりますから、ご参考にしてみてください。今回この動画ではその作り方はお休みさせていただきます。その手作りのクリームチーズを使うんですが、なぜこれが痩せることができるのかということなんですけれども、もうあなたの腸内環境を整えてくれるものだからなんですよね。もう発酵食品ですから、この発酵食品の中に痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がもう一番多く含まれているんですよ。なのでダイエットにはまあいろんなダイエット向けの食べ物ありますけれども、その食べ物が発酵しているかどうかというのがもっと痩せるためのポイントになってくるわけですよね。ですから例えば牛乳よりも発酵したクリームチーズの方が良いわけです。チーズの方がいいわけなんですよね。まあ、もちろん食べ過ぎには注意なので気をつけてくださいね。
そしてこのクリームチーズは痩せ菌、善玉菌を増やしてくれる、そしてまた便秘も解消してくれる、結果デトックスができて、しかも脂肪代謝を促進する成分が含まれておりますから、いかがですか、もうダイエット向きの食品になるわけです。そしてこのクリームチーズを手作りするときに一緒に同時に出るものがあります。それがホエーと言われるそのタンパク質のですね、もう宝庫ですよね。もう栄養価の高い水分が出るわけです。それを乳製と言います。でこの乳製がまた痩せ菌も増やしてくれますし、その逆、デブ菌です、悪玉菌も抑えてくれる、しかも内臓脂肪も抑えてくれたりとか、また栄養価が高いですから非常にダイエット向きなんですね。でこのホエーの召し上がり方もそちら別動画でお伝えしておりますから、ご参考にしてみてください。これは捨てずに必ず召し上がっていただきたいと思います。それではいよいよお待たせいたしました、3番目の項目です。簡単に作れる最強の痩せるチーズケーキの作り方、まずは材料からお伝えしてまいりますね。私命名しました腸活チーズケーキです。こちら材料です。無糖の要はプレーンヨーグルトですが1パックは 400g 入っておりますから 400g ご準備してください。そしてこれは無添加の手作りのクリームチーズを 60g 準備しましょう。この無添加の手作りクリームチーズの作り方は別の動画で私お伝えしております。ご参考にしてみてくださいね。そして無添加の蜂蜜です。ピュアの 100% の蜂蜜、お砂糖とか香料とか余計なものが入っていない蜂蜜を大さじ2準備しましょう。そしてゼラチンが 5g、 だいたい私今回購入しましたゼラチンが1袋がちょうど 5g でしたので、あなたもおそらく1袋が 5g だと思います。そしてお湯を 50ml ご準備してください。それでは今から具体的な作り方、レシピご紹介していきますね。1つ目です。まず手作り の、 そのクリームチーズと蜂蜜大さじ2杯を器に入れていただいて、よくなじませてください。よくよくかき混ぜていきましょう。そして2つ目です。ゼラチンを用意するんですね。その時にお湯でよく溶かす必要があります。ですから別容器にお湯 50ml とゼラチンを入れていただいて、ここでまたよくかき混ぜて準備しておきましょう。そして3番目です。このクリームチーズ蜂蜜を合わせた容器に先ほど作っておいたゼラチンを混ぜて、ここでまたよくよくかき混ぜてください。この均等にかき混ぜるというのが今回のポイントです。で私は作っている様子を動画でご準備しているんですけれども、ゼラチンとお湯を入れた時にちょっと時間差ができてしまって、ちょっとダマになってしまったので溶かすのに苦労したんですね。なのであなたもゼラチン溶かす時は手早くですね、溶かしてみてくださいね。私みたいに失敗しないように気をつけてください。そして4つ目の工程です。ヨーグルトのパックにですね、以上のこの作った材料、3番目に作った材料を全部入れましたら、要はクリームチーズと蜂蜜とゼラチンですよね、もう入れたら、ここでポイント、そのパックごとですね、うわーっと私かなり混ぜました。もう一生懸命美味しくなると思ってですね、ぐるぐるっと均一に、均等になるようによく混ぜましょう。ここポイントですよ。よく混ぜないと失敗しちゃいますから気をつけてください。そして混ぜ終わりましたら、そのヨーグルトのパックごと蓋をしていただいて冷蔵庫に入れましょう。約3時間ほど経てば固まってくるサインがわかると思います。そして最後です。軽くお湯につけてから、そのパークから逆さまですね、やっとするんです。ここまた楽しいですよね。できてるかなとかドキドキしながら、そのお湯につけないと、ちょっとパックにですねくっついてしまったままこう出そうと思ったら、こうぐしゃっとかなってですね、こう見た目が残念ってなりますので、気をつけてくださいね。経験済みですから気をつけてください。なのでしっかり軽くちょっと下の方をお湯につけて、軽く温めてからパカッと取り出していただきますと、スーッとですね上手に取り出すことができると思います。
この腸活チーズケーキのおすすめの食べ方なんですけれども、まずポイントはどんなに腸を元気にするチーズケーキであってもですね、だってクリームチーズとヨーグルトと蜂蜜が入っているので、ゼラチンも入っています。もう全てその腸内環境を整える材料なわけです。ただしやはり冷やして召し上がるものですから冷たいですよね。冷たいなので、冷たいものは食べ過ぎてしまうと腸が冷えてしまって、結果腸の動きが悪くなってしまいますから、元も子もなくなってしまってはいけませんよね。なので適量を召し上がってください。そしてよくよくお口で噛んでいただいて、お口でも温めたのを腸にお願いしますみたいな、ね、感じで流していただきたいと思います。でまたもう十分甘みは感じていただくことができるレシピの材料にはしましたけれども、そうですね、ちょっと甘み欲しいなっていう時は蜂蜜を少し温めたものをかけて召し上がってもいいと思います。そう、冷たいものに温かいものなんかいいじゃないですか。私は時々温めたものを軽くかけたり、その時は最初に混ぜる蜂蜜の量は減らしますけれども、そういった場合でもOK ですし、また実はオリーブオイルをかけて召し上がっていただくのもなかなかこれがねいけるんですよね。オリーブオイルもデトックスできる痩せるオイルですから、少量垂らしていただいても美味しいですし、またその温めた蜂蜜にレモン果汁をちょっと混ぜたレモンシロップみたいなものを作っていただいて少し垂らしていただくと、これもですね爽やかでとっても美味しいですから、ぜひ試しに召し上がってみてください。でまたあなたもトッピングで何か腸活に役立つようなアレンジメニューがありましたらコメントいただけると嬉しいです。また LINE の方にはですね、よく皆様からもどんどんコメントいただいてまして、おすすめも教えていただいたりとか私がアドバイスしたりしてますので、LINE にもご登録してみてください。今 LINE にご登録いただきますとプレゼント動画がついておりますので、あなたのダイエットにぜひお役立ていただければと思います。それではこの動画のまとめに入りましょうね。一つ目です。なぜこの手作りのチーズケーキ、腸活チーズケーキで痩せることができるのかでしたよね。それは完全無添加であることと腸を整えてくれる材料だからでしたね。そして2つ目、じゃあそれは一体何なのかということで、今回は手作りのクリームチーズと、そしてホエイを使っているということで、この腸活メニューをしっかり使っているからでしたよね。では3つ目、その材料を使ったもう劇的にですね、もう痩せるそのチーズケーキのレシピ、あなたにお伝えしてまいりました。ぜひアレンジメニューも工夫しながら飽きないようにですね、美味しく適量を召し上がっていただきたいと思います。さあ、最強の痩せる腸活チーズケーキいかがだったでしょうか。早速作ってみてくださいね。とっても美味しいので食べ過ぎには注意してください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。